皆さんこんにちは。フロントイントゥーライントラブルフィッシャーです。今日はですね、車検に向けてですね、ちょっといろいろと下準備をしなくちゃいけないので、今からですね、その動画を作成したいなと思いますので、よかったら皆さんご覧になってください。では。休みの日でも洗車でジュンさんとトシさんはしてるんですよね。今日このリーフを1枚足すのと、あと割れちゃってる場所があるので、それを取り替えるっていう作業を今日はするというのがメインなんです。まあ、あとは僕できない作業なんで、シカツさんにお任せしたいと思います。自分でやって抜くしかねえか。一回この一番目を引っ掛けちゃって、でさらにプラスで1枚足してちょっと車高を上げてヒップアップして、
うわ、あんなに減った。これなんすかこれ。減っちゃった。減ってるもん。ああ。減らなかったから。板バネが折れてて、これを取り替えようとしてるんですけど、これがなかなか取れないので、さっき柴田さんがクレグルグル染み込ませて、
った。でですね、無事にですね、リアのリーフのところをですね、池田健二の柴田さんに丸々交換してもらいましたので、結構こう、見てもらうと、かなりお釣りが上がったような、ピックアップしたような感じになります。リアの黒い123万ですね、これを、楽しみにしたので、かなりお釣りが上がった感じになって、いい感じになりました。まだまだ車検のためにやらなくちゃいけないことがあったりしますので、まあ、ぜひですね、また次回ご期待いただければというふうに思います。それでは、本日、ありがとうございました。